というわけで、はい、これが港です。すごいでしょ。これが太平洋です。あそこにもなありますよ。あそこの河口っていうんですよね。河口があって、そこあれね、あそこに建物があるなぁ。なんこの港湾管理するそうです。予定的なそこに行ってますからね。皆さんも行ってます。いろいろとそう今日です。こういう港があるんです。ここでも同じだ。この名古屋港の同様に東京湾でも同じです。まあ江戸湾ああいう鉄橋もあるよ。ちゃんと頑丈に作られて、ちゃんと建築技術法やいろんな都市整備計画法とかいろんな法律に基づいてこういう施設を作るです。そういうことです。ほんまそういうことです。いろいろ対策を練ってますからね。はい、私もしてるのはいろんな施設ある。みんなで共同で管理します。こういうところを成果すべき、民営化の意味なんだけど、本当は成果すべきだと思った。こういうところみんなで管理しよう、みんなで経営しようってことです。ですよく三密であるやろ。三密というのは逆に言うとマイナンバーとかの特定秘密法に反対しようという意味です。これが素晴らしい条文やる。私はこれを、ね、反対しようという国民運動を起こしますね。こうやってするんです。港部ですね。まあ今日は寒いんでな。もう10月なんでいろいろ寒いんですよ。でこういうわけですね。施設は立って、やります。というわけで続きは後ほど。